皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。最近、海外クラブ所属の日本人選手の活躍が目覚ましいですね。そうだね。特にワールドカップで自信をつけたのか、三笘選手の活躍には目を見張るものがあるね。週末には必ずと言ってよいほど、活躍がニュースになっているので本当にすごいですね。海外でプレーする日本人選手は得点を決めるポジションの選手ばかり取り上げられがちだけど、ゴールキーパーにも注目の選手がいるね。というと？現在、ポルトガル一部のポルティモネンセで守護神を務める中村浩介選手だよ。昨年からポルティモネンセの守護神として活躍目覚ましいですよね。そうだね。ゴールキーパーは味方へのコーチングがかなり重要なポジションだけに海外での活躍は一層難しいと思うよ。確かに、現代表守護神の権田選手も一時は海外でプレイしていましたが、今は国内でプレイしていますもんね。言葉の壁という大きな課題が立ちはだかる場合が多いからね。それにポジション的にチャンスをつかむのが難しいとも言える。ゴールキーパーは一人しか試合に出られないですからね。スタメンを奪うことは非常に難しいですよね。実際に中村選手も2021年1月に柏レイソルから加入するも1年目の21、22シーズンはほとんど試合に出られなかった。しかし、2022年8月に正ゴールキーパーのブラジル人サムエルが移籍をするとチャンスが巡ってきたんだ。9月4日の試合に初先発をすると、無失点を達成してそのまま守護神に定着をしているよ。チャンスをしっかりと掴んでものにするのはかっこいいですね。腐らずにトレーニングに取り組み続けていたことも大きいだろうね。メンタルもかなり強いと思うよ。メンタル強くないと海外ではプレイできないですよね。その通りだね。彼に限らず、海外でプレイを続けていくには技術面だけでなく強靭なメンタルも重要な要素の一つ。一番、直近の試合ではポルトガルリーグ1部第17節のアウロカ戦に出場しているよ。残念ながらゲームは0対4と大敗を喫してしまっている。かなり大差がついたゲームとなってしまったんですね。4失点ともなると内容はかなり悪かったのではないでしょうか。4失点中2失点は中村選手が絡んだものとなってしまっているよ。一つは自らのパスミスから、そしてもう1点は味方との連携ミスによるものだね。それじゃ評価の方もかなり悪くなっているのではないですか？それがそうでもないんだよ。採点サイトのソファスコアは10点満点中、6.7 とチーム内で最高評価を与えているよ。4失点もしたのにチーム最高評価ということは、もっと悪い選手がたくさんいるということですね。そうだね。この試合、ディフェンダー陣は特に低い評価が下されているよ。退場処分となってしまったムスタファ・セック選手をはじめディフェンダー3人が6点以下とかなり厳しい評価になっているね。では、この試合に関してはディフェンダーの奮起が足りなかったと言わざるを得ないですね。そうとも言えるね。前々節の試合では強豪ベンフィカ相手に圧巻の活躍を見せているよ。どんな活躍だったか気になりますね。試合自体は前半からかなり押し込まれる展開となって、前半7分に PK から先制点を許してしまう苦しい展開となった。しかし、その後前半18分の PK はしっかりとストップして追加点を許さなかったんだ。試合序盤早々に2点差ビハインドは苦しいですからね。ビッグセーブと言っても過言ではないと思います。そうだね。しかしその後も終始ベンフィカペースで試合は進むよ。最終的に被シュートは27本、枠内シュートは12本にもなった。めちゃくちゃ押し込まれた試合だったんですね。ただ、中村選手はスーパーセーブを連発し結局は PK での1失点に抑えたね。でもゲームは残念ながら敗れてしまったけどこの試合ではマンオブザマッチに選ばれているよ。枠内シュート12本浴びて失点は PK の1失点のみは普通にすごい活躍ですよね。選出にも納得がいく活躍ですね。もちろん試合に負けたことは残念だけど、それでもゴールキーパーがマンオブザマッチに選ばれることはかなり異例だと思う。それだけ、劣勢ながらも最後の部分ではゴールを割らせない活躍が誰の目に見えても明らかだったんだろうね。そうですね。中村選手は今シーズンからレギュラーに定着したようですが、出場はどれくらいになっているんでしょうか。前述したサムエルが退団して以降の2022年9月4日の第5節、ファマリカン戦から13試合連続出場となっているよ。内容はというと、3勝2分け8敗と少し黒星が多くなっているけど、チームは注意をキープしている。さらに、失点はチーム総失点に1点のうち19失点と出場した試合では平均およそ 1.4 点となっているね。正直、少し失点が多いかなっていう印象ですね。だけど、失点数ではリーグ9位とそこまで抜きん出て多いというわけではないよ。それに失点が多いからといって必ずしもキーパーが悪いというわけではない。というとどういうことでしょうか？
失点数に関しては、チームとしてのピンチの数に依存してしまうということだね。いくら優秀なキーパーだったとしても、チームの守備が全く機能しなければピンチも多くなり失点も増えると思うよ。確かにそうですね。強豪チームでも稀に大量失点をすることがありますが、必ずしもキーパーが悪いとはならないですね。そうだね。それと中村選手はリーグ全体を見てもかなり優秀なことがデータからわかるんだよ。一体どういうデータなんですか？一つ目はセーブ数だね。中村選手が出場12試合目を終えた時点ではあるけど、セーブ数は61となっている。これはリーグトップのセーブ数となっているよ。そしてもう一つが1試合あたりの平均セーブ数だね。こちらも平均 4.7 回とリーグトップの成績となっている。リーグ途中からレギュラーを掴んだとはいえ、セーブ数でリーグトップになるのは普通にすごいですね。そうだね。ただ、その裏返しでそれだけチームとして迎えるピンチが多いとも言えるね。チームとしてもう少し守備が機能すれば、おのずと失点も減っていくだろうね。確かに、これだけセーブ数が数字で出ていると守備が安定すれば順位も上がっていけそうですね。その通りだよ。リーグ戦途中からレギュラーを掴んだということもあって、連携面では、まだまだ課題が多いと思っている。しかし、その分伸びしろがあるとも言えますからね。そうだね。セーブはキーパーの見せどころではあるけど、たくさん目立つよりもあまり目立たない方がチームとしては良いよね。確かに、いつもキーパーがビッグセーブを連発しているよりも、ここぞというところで活躍する方が良いですから。そういうことだね。それともう一つ、中村選手には期待したいことがあるよ。日本代表復帰ですか？そうだね。中村選手は U15 日本代表以降、各世代の代表に選ばれたこともあって経験豊富な選手と言える。A 代表では、2017年に初選出されてから、2018年には出場機会こそなかったけど、ロシアワールドカップのメンバーにも選ばれているね。まさに逸材とも呼べる経歴ですね。他にも、リオデジャネイロオリンピックにも選ばれて1次リーグ2試合に出場するなど経歴は抜群とも言える。ですが、ここ最近は代表に呼ばれていないですね。怪我でコンディションが上がらない時期が多かったからね。2018年は1年間に2度も脳震盪でチームを離れているよ。2度目は救急搬送されるくらいだったですからね。長期の離脱だったことも覚えています。加えて、ボルティモ年成績初年度となった2021年も怪我の影響もあって公式戦の出場がなかったからね。怪我に悩まされた近年という感じですね。ただ、先ほどのセーブ数もそうだけど、コンディションが上がれば海外クラブでも十分にやっていけることは証明されている。このまま順調にいって、もう一度日本代表に戻ってきてほしいですね。そうだね。今回のワールドカップでは権田選手が守護神を務めたけど、年齢的に次回のワールドカップでは別の選手が正守護神になるだろうね。そうですね。ただ、日本も谷晃生選手や大迫圭介選手、シュミット・ダニエル選手などタレントも豊富になっていますよ。近年の日本代表はゴールキーパーのレベルも着実に上がってきている。ただ、海外で守護神を務める中村選手の存在は大きいと思っているよ。そうですね。経験という点では他の選手と比べてリードしていると言えますね。次回のワールドカップに向けて中村選手には、守護神として再び日本代表に戻ってきてほしいね。今回は中村浩介選手を取り上げましたが、皆さんは誰が正守護神になると思いますか？取り上げてほしい選手がいたらコメント欄で教えてください。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。